どうも皆さん、ハリガネです。皆さん、こんにちは。今日のテーマは何でしょう？はい、今日はですね、二流体ノズルの中でも特にサクションタイプと呼ばれるノズルについてです。はい、二流体ノズルというのはそもそもエアと液を混合してより細かい霧を出したり、それから粘性液を噴霧したりするように使うノズルですよね。そうですね。はい、この二流体ノズルなんですけれども、一般的にはエアと液どちらも加圧して使うタイプのノズルになるんですけれども、はい、サクションタイプっていうのはまた違うんですよね。そうですね。サクションタイプのまず大きな一つ目の特徴はですね、はい、液側にポンプがいらないという点があります。はい、それから二つ目はですね、ごく少量の液体を噴霧することができるノズルになります。はい、はい、ありがとうございます。サクションタイプはポンプがいらないので、まあ、比較的手軽に噴霧できるということでご好評いただいてますよね。はい、そうですね。はい、そんなサクションタイプのノズルについてなんですけれども、今日はどんなことについてご解説いただけるんでしょうか？はい、今回ですね、はい、まずサクションタイプの原理について説明したいと思います。はい、サクションタイプですね、簡単に言うと、まあ、例えばコップとかに水が張ってあって、はい、こうチューブが刺さっていると勝手にこう水が上がっていくという、はい、まあ、そういう原理なんですね。はい、なのでそのあたりをお見せできればと思います。はい、それが一つ目。それから二つ目はノズルとそのコップの水面の高さが違うと噴霧量が変わってくるんですね。はい、なのでそこも具体的にお見せできればと思います。はい、ではまず吸い上げについての原理について見ていきましょう。ということで動画を見ていただきましたけれども、実際にチューブで吸い上げた水がかなり細かくなって霧になってですね、出ていってましたね。はい、あれがサクションの原理になります。はい、こちらをの構造を内部で行っているのがサクションタイプのノズルということですよね。はい、そうですね。で、サクションを行えるノズルですね、池内に何種類かあるんですけれども、はい、今回はビムというノズルを選んできました。はい、でこっちはビムの中でも液も加圧するタイプのノズル、はい、でこっちがサクションタイプのノズルですね。はい、実際この2つ外見だけではわからないような、ほとんど一緒です。はい、区別がつきにくいですね。うん、ただサクションタイプっていうのはですね、より水を吸い上げやすいように内部の構造が若干違うような形になってますよね。はい、そうですね。先ほどの動画でも見ていただけたように、はい、エアの入る距離とかですね、はい、角度が少しでも違うともう吸い上げなくなってしまうんですよね。はい、なのでサクションタイプのノズルっていうのはサクションに適したように精密な設計がされてます。はい、そうですね。次に、実際に噴霧実験の方やっていきましょうか。はい、どういった実験を行うのか簡単に説明していただけますか？そうですね、ノズルと水面の高さが違うことによって噴霧量が異なってるという実験なんですけれども、はい、2種類比較用意をしたいと思います。はい、1つ目はノズルに対して水面が30センチ下にあった時、はいはい、で2つ目がノズルに対して50センチ上に水面があった時ですね。うん、この2つで、まあ、同じだけ最初に水を入れてですね、はい、5分間噴霧をします。はい、でどれだけ減ったかっていうのの差をですね、見ていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、
はい、ということでまたあの動画の方を見ていただきましたけれども5分間でもかなり差がついてましたね。そうですね、実際にはこの水面がノズルより上にある2番の方がですね、はい、あの噴霧量が多くなります、はい、水を吸い上げる力っていうのがいらなくなるからですね、うん、で、あの噴霧を調整する際にはですね、はい、このノズルと水面の高さを調整していただくことも一つ調整の方法としてあります。はい、ありがとうございます。ということでですね、少量の水を吹きつけたいとき、それからあのポンプを用意できなかったときとかですね、はい、こちらのサクションタイプのノズルを使っていただければと思います。ということで今日の動画もここら辺にしたいと思います、はい、よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。